はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日はこちらの本ですね。やっぱり仕組みを作った人が勝っていると、こういう本です。以前にですね、ちょっと前に、こちらの本ですね、結局仕組みがを作った人が勝っているという、こういう本をね、読んだんです。共に、ベストセラーになっているようですけれどもね。私もですね、自分の仕事でですね、昨年の3月頃からですね、初めてその本格的にですね、ホームページを作ったり、ということで始めてみましてね。で、その後去年の9月頃からですね、こういった YouTube の動画で情報提供を始めてみたということです。でそのきっかけはですね、中小企業の役員様向けの役員報酬最適化支援業務っていうのを行ってるんですけれどもね、その情報をできるだけ多くの経営者の方にお伝えしたいという思いがありました。と言いますのも、今現在ですね、中小企業の経営者の方で社会保険料の負担が重いとかですね、老齢厚生年金が支給停止になって困ってると、報酬が高いのでね、役員さんの報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止になって困ってると、こういう方がとても多いと思いますもので、それをですね、解決できる情報をお届けしたいと思って、こういったホームページ、 YouTube を開始するようになったんです。でその時にこういった本をね、読んでみて面白いなと思って、最近この第2弾のね、ベストセラーの本を読ませてもらって、さらにこちらの方が第1弾より私は個人的に面白かったです。でいろんな参考になることがあったんですけれども、特にですね、ネットでですね、相談してくる方のことなんですけれども、やっぱりその知人とかね、友人に相談できないような問題の方がやっぱりインターネットでね、調べて解決しようとするとかね、お悩み事とかですね、コンプレックスに関するようなことですよね。そういったことが書いてまして、でまさにその私どものね、中小企業の社長様のお悩み、社会保険料が高いとか年金がもらえないとかいうお悩みもですね、なかなかその相談を受けてみてですね、今までこんなこと誰にも話したことなかったけど、本当にしんどかったとかですね、腑に落ちなかったっていうことをですね、残念に思ってたようなことをですね、おっしゃっていただけるんですね。で、それまでお会いしたこともないような、私どもにご相談いただくっていうことがですね、本当に最初は不思議というかですね、本当にびっくりしました。で、ホームページのお問い合わせフォームとかからですね、お問い合わせいただいて、で電話相談なんかでもですね、真剣にお問い合わせいただくわけですけれども、これやっぱりここにも本に書いてあるようにですね、相談するところがないんだなと、むしろそのこういったところをネットを介した方が相談しやすいんだなっていうようなことをですね、それまでその思いもしなかったんですけども、そういうことに気づきました。でなるほどなと思ってですね、大変興味深く読ませていただきました。